どうもダルです。今日もよろしくお願いします。本日の第3回ダルルームお疲れ様でした。なかなか人も集まりいい試合でしたね。次も近々開催するのでまた参加してください。今回は珍しく超耐久してます。物資が良かったみたいですね。医療ぶち込んでアンチ入りします。この医療のタイミングももう少し車で前に乗ってから打つべきでした。さあ行きますよ。ガソリンが少ないので早めのポジ取りを考えてます。永遠サンダー最強ですね。走りやすいです。いい車だ。体力が少なすぎますね。頭にもらったら抜かれます。冷静に回していきます。この周辺で一旦回復を考えていましたが、できそうにないのでやめます。あの折れ幕のポジに行きたかったんですが、取られてるので諦めます。この周辺が空いてるのでポジ取りしていきます。ポジ取り完了。僕を耐えて車線を切っていきます。早送りしていきます。いい感じに車を守れてますね。そういえば登録者数が170人を超えました。今月中には200人行きたいです。配信もたくさんやっていきたいですね。時計運もそろそろ再開したいです。いろんな層のリスナーを獲得していきたいですね。収縮開始です。ガソリンがもうなくなります。すぐポジ取りしたいです。裏幕の敵が怖いですね。手前側を取りたかったですが、小屋も近くにあったのでやめました。意外と小屋から発砲がないですね。でも怖いので離れます。この時ちゃんとこの幕を確認しておくべきでした。めちゃくちゃ近くで敵取りしてしまいました。でもガソリン的にここしかダメでしたね。さあくっそ、最近こういう近距離勝てなく困ってます。 1V1 勝てないとダメですね。